どうも。どうも。準備はできてるわ。いい感じ、いい感じ、いい感じ。うん、うん、うん。いい感じ。うん。うん、いい感じ。まだ寝てた。ねえ、起きてよ。目覚めた？そろそろ時間だよ。壁に行かないと。今日が当番なの覚えてるでしょ？僕たちまだまだ新米なんだから、遅刻なんてもってのほかだよ。先輩たちからいろいろ勉強して、早くファルロさんの力にならなきゃ。ほら、顔洗ってシャッキリする。エメトロなら先に行ってるよ。彼そういうとこは真面目だもの。僕たちも見習わないと。違うみたい。急ごう。なんだかすごく嫌な予感がする。
何度でも言ってやる。謝れ。確かに俺は過去の記憶もない、出自のわからん行き倒れだ。だがこの町に受け入れてもらってから、ダビオロの神妙に恥じることは一つとしてしていない。俺がここにいるのはバルロ村長を呼びに行くためだ。それも部署の上長の命令だ。逃亡兵呼ばわりされるいわれはないぞ。ヘメトロ、一体何の騒ぎなの？見ろか、ザムザリアの壁が破られそうなんだ。そっちじゃなくて、壁が破られて、なんで？コラプターの連中、今日に限ってひどく殺気立ってる。それでファルロを呼んでこいって上長に命じられたんだが、その途中でこの男が俺を逃げ出したんだと決めつけてきた。それにしたって町を守ってくれてる兵隊さんといがみ合ってる場合じゃないでしょ。兵隊さん、ごめんなさい。エメトロが失礼なことを言ったなら代わりに僕が謝るから。やめろミイロ、気持ちは嬉しいが今回ばかりはありがた迷惑。言われない侮辱を受けてこちらから下げる頭などあるものか。下がってろ。これは俺のトラブルだ。それで収まるわけないじゃない。ヘメトロを助けなきゃ、手伝って。皆の盾になれ。まだやる気か。
の、あの化け物。俺にもなんだかわからんが、だが消えちまったやつの詮索は後だ。今は。兵長、すでにキャラバンで動いてる。特定の部署じゃなくて村全体をフォローするそうだ。大丈夫か？まだ大丈夫って言いたいけど、
やっぱ疲れた。分かっちゃいたが、キリがないな。もう休んで、あとは僕たちでやっておくから。村長、ここは俺たちに任せて、村長を家に頼む。実用的な品のように思う。
くなるってこういうことなんだね。自分でも驚くほどだ。自分でも驚くほどだ。おお、なんか自分にびっくりしちゃう。ファルロ、今大丈夫か？お見舞いに来たんだけど。それほどでも。あんたに拾ってもらった恩にはまるで足りないくらいだ。もっとコキ使ってくれても不満はない。ファルロさん？ロイドハン？首都じゃないか。こっからだと随分あるよ。それに僕たちみたいなのが行ってそんな大事な話を聞いてもらえるのかな。そこまで便利な代物なのか。村の周辺を縦横に飛び回っている姿は何度も見ているが。守れるよね。
ザムザリアの壁が崩れるなんて今まで聞いたことなかったもん。今日みたいな変な怪物さえ降ってこなければ。もう来ないよね、あんなの。わかるものか。わからんが、楽観するに足る材料はないな。済ませてからゆっくりさせてあげた方が良さそうだよ。俺も同感だ。早速ポルカに会いに行こう。悪いが、そうもいかない。ファルロから頼まれ事があるんだ。話だと急いで出発した方が良さそうだったよ。ポルカが必要だと言ってるんだからきっとそうなんだ。よくわからんが一度戻るとしよう。
危険だ。俺は実地でそれを知ってる。今ある記憶の最初がそれなんだ。いくらキャラバンがあるとはいえ、なあ、それはどうしても必要なのか。ファルロさん。わかった。なら同行する。二人なら危険は半分だ。その方がいい。じゃあ僕も。何？半分より三分の一のがいいじゃないね。いや、それはしかしだな。最初に言ったのはエメトロなんだから、反論は聞かないよ。それでいいでしょ。よし、決まり。エメトロ、ロイド班までよろしくね。今さら断っても聞く耳持たないだろう。わかった。よろしく頼む。うん、それじゃ早速出発だ。兵隊さんいっぱい連れて戻ってこよう。僕はミイロ。ヒューゴでは壁を守る自警団の一員だったんだ。この駒で何でもぶっ飛ばしちゃうよ。俺はエメトロだ。長い旅となりそうだ。仲良くやっていきたいものだな。おや？
くなるってこういうことなんだね。自分でも驚くほどだ。自分にびっくりしちゃう。ちょっとは様になってきた。
そうだな。当然だ。
戦いだった。よかった。すまない。Oh.